いて登場したのは五味隆典。ハワイの英雄レイ・クーパーのいとこにあたるステファン・パーリングと対戦する。強烈な打撃を食らいながらワンチャンスを逃さず一本を決めた五味。非凡な格闘センスがここでも勝利を呼び込んだ。